Hello, how are you? さないです。今日はですね、お子さんが、お母さんに絵本を読んでもらうということがどんなに嬉しいことなのかっていうお話をしたいと思います。はい、私ですね、英語講師もしていまして、いろんなね、お子さんお母さんと出会うことがあるんですけれども、やっぱりね、お子さんがお母さんから読み聞かせしてもらうっていうのは本当に幸せなんだなって、嬉しいんだなって感じる時が、たくさんあります。うん、やっぱりね、最高の時間なんですよ。うん、大人になるとね、よくわからないかもしれないんですけど、私もたまに読み聞かせの、イベントとか、自分の子供たちと一緒に読み聞かせの場に行くと、人から読んでもらう絵本ってすごくあったかいですよね。そしてすごくなんとも言えないけど、いい時間だなーってほっこりした気持ちで、その場を後にします。うん、でそれをね、毎日5分とか10分でいいんです。お子さんとね、そういう時間を、触れ合いの時間を持つってすごく大事だなって思っています。はい。私もね、完璧な人間ではないので、なかなかそんなに絶対に毎日っていうのは難しい時もあるんですが、ぜひそういう時間を、日本語の本も英語の本も、同じぐらいですね、ぜひ楽しんでいただきたいな、親子でそういう時間を、触れ合いの時間を持ってほしいなと願っています。はい、では楽しくやっていきましょう。Okay, goodbye.